ケーブル日本ビューティーオブジャパン。30年前、日本にやってきたドイツ人男性ビョンさん。南国宮崎で陶芸家となった彼の暮らしぶりから、陶芸や地域の魅力に迫ります。ケーブル日本ビューティーオブジャパン、ドイツ人陶芸家の住む街、お楽しみに。